貿易経済協力局は、中央省庁である経済産業省の内部部局の一つ、通称の振興、経済協力、貿易管理などを所管する。2001年1月6日の中央省庁再編に、際して旧貿易局を中心に、一部業務を旧通商政策局と再編して発足した。経済産業省組織令第6条では、 以下の事務を貿易経済協力局の所掌事務と定めている。輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。通商経済上の経済協力に関する協定、または取り決めの実施に関すること。通商経済上の経済協力に関すること。貿易保険に関すること。貿易再保険特別会計の経理に関すること。 貿易再保険特別会計に属する国有財産及び物品の管理に関すること。通称に伴う外国合わせの管理及び調整に関すること。条約に基づいて日本国に駐留する外国軍隊、日本国に在留する外国人及びこれらに類するものに対する物資の供給及び役務の提供に関すること。全覚号に掲げるもののほか、 通商の振興に関すること。経済産業省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。経済産業省の所掌に係る事業に関する外国、投資家の事業活動に関すること。経済産業省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち経済協力に関する事務の総括に関すること。ありがとうございます。